でもこれやる必要あった？わざわざ僕になりすまさなくても。僕が何言ってもきっと反発されるので、ピエヨンさんの言葉なら素直に聞き入れてくれると思いますから。君の言葉でもちゃんと聞いてくれると思うけどね。僕は割と弱いんですよ。